じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、今日14日が FA 権行使のいわゆる期限と言われてまして、実は昨日のお昼ぐらいまでは、はい、まだ宣言してない選手たちの動向どうなるかと言われていたのが、もう今日未明あたりから続々と記事が出てきまして、出てきたね、はい、中でもやっぱり大きかったのが広島の西川龍馬選手が FA 権を行使と出るんやな、はい、まあ、1年間待ったからね。あ、ま、そうですね、それでいろいろ球界の動きだとか、はい、いろいろ見ながら、はい、まあ、判断をしたということなんだろうけどもさ、はい、そうだな、はい、西川、そうです、まあ、でも本人曰く、はい、パリーグに行きたいという。そうなんです、本人がパリーグでやってみたい、野球人として幅を広げたい、もっと良くなるかもしれないし、まあ、悪くなっても自分の実力不足、やらない後悔よりもやった後悔の方がいいということで、パリーグ、まあ、でもね、俺も1年間、まあ、セ・リーグからパリーグ行ったけど、はい、やっぱ広げるという意味では、うん、やっぱなんかこうリーグが持ってる雰囲気っていうのは違うしね、はい、パリーグっていうのはなんかこう荒くれ者が多いというかさ、うんうん、まあ、人じゃなくてその野球がなんかこう豪快というかね、はい、まあ、そういう感じだから、まあ、そういうところでまあ、やってみるのも面白いかもわからんな。そうですよね、うん、まずでもその豊さん的には西川龍馬選手残留する可能性あるかなっていうのが、まあ新井監督が家族って言ってたから、はい、まあ宣言して宣言残留も認めてるんでしょ、うん、多分ね、そうです、うん、だからまあとりあえず宣言をし、はい、どういう球団が来てくれるか、うん、どういう評価なのか、うん、まあそういうのは知るっていうのは、うん、やっぱ選手としては一番興味があるところだよね。だからまあそこら辺は悪くはないと思うし、はい、でも西川の性格だったら FA したんだったら多分行くな、どっかに。あ、もうそこまで、うん、やっぱり実力者だしさ、はい、でバットコントロールだとか、うん、まあ、そういう巧みなものを考えたらね、はい、まあ、移籍するかなっていうふうには思ってるけどね。なるほど。で、まあ、現在28歳、はい、そんな中でいち早くもう月曜日に報じられていたんですが、オリックスがこの西川龍馬選手の獲得調査乗り出したという記事がいち早く宣言より前に、まあそうだね、はい、出てたんですよ、うん、これは、まあ、パリーグですし、まあ、オリックスの外野って流動的だし、はい、で、まあ、杉本がちゃんとしてればレフトは決まりだけども、はい、まあ、センター中川、ライトというポジションが多少空いてるというか、はい、でも中川も状態によってはファースト行きたいだとか、うん、まあ、頓宮の状態もあるんだろうけども、はい、まあ、そういうことを考えると、まあ、西川が入るとある程度メンバー固定で戦えるかなっていうような感じがするよね。オリックスの外野という面で見たときに非常に戦力としても安定して戦えるというのは大きいですね。大きいけど野口っていうのがさ、そうだ、めちゃくちゃいいんだよね。そうでしたね。これからやっぱ成長させようとかいろいろ考えると、はい、やっぱ使ってみたいなっていう選手の一人なんだよね、はい、ただ内野手なんだよ、うん、本来は、はい、だから野口をセカンドに使ったりとか、お、紅林と組まして、はい、で外野を開けてライトに西川を持ってきたら、まあ、中嶋監督って100何通りのスターティングメンバーっていう風に組んでたけども、はい、西川が入ることによって、まあ、ある程度なんか固定で戦えるというかさ、打順もこう決まってくるというか。西川選手が入ると打順っていうのは何番に、うん、まあ、3番あたりかなっていうような感じはするけどね。あ、3番、そうすると森選手が、まあ、5番だったりとか4番、まあ、森が4番でもいいし、うん、頓宮が4番でもいいし、はい、で、まあ、杉本が絶好調であれば4番だし、あ、まあ、流動的ですね、うん、まあ、頓宮は5番っていうポジションがあってるのかなという感じはするよね、はい、まあ、そうなってくると、まあ、上位1、2、3のどれかだと思う。で今、西川龍馬選手カープだとレフトですけど、はい、それはオリックスで例えばライトとかでもそこは特にレフトライトってそこまでどうなんですか、守備っていうのは。まあ、守備はね、特別うまい選手ではないよ、うん、でも普通にできる選手だし、うん、まあ、例えば杉本をライトに持っていって、はい、あのレフトにね、はい、西川っていう手もあるし、うん、まあ、やりようはいくらでもあるんだ、あそこは。そうですね、相当流動的ですもんね。流動的だから、うん、だからそれはね、ただ外れるっていうことはほとんどないと思う。ないですか。やっぱバッティングのスタイルだとかバッティングの技術だとか、まあ、そういうのを見ると
やっぱこうオリックスに入ってもトップクラスだし、うん、まあ、そうなってくるとメンバーから外れるっていうことは、まあ、ほとんどなく考えてもいいよね、はい、そうですよね。あとやっぱ地元が関西っていうこともあってやっぱりそうなるとオリックスが一歩リードするのかなっていう、うん、やっぱり地元って大好きらしいんだよねあ、情報によるとね。あ、そうなんですね。あ、だからそのやっぱり空気感が合うとか、はい、まあ、そういうのもあるだろうし、うん、まあ、対抗馬としてソフトバンクがいるのかも分かんないけども、ソフトバンクもどうやらやっぱ獲得したいという記事が出てましたね。まあ、そうだよね、はい、ただそのあそこは、まあ、コンちゃんいるよね、はい、で柳田がいて、はい、ただ栗原が外野に回る可能性もあるし、はい、あのサードじゃね、回る可能性もあるし、そうなってくると争いになってくるんだよね。そうですね、外野争いに、うん、でもオリックスの方はなんかもう無条件で、はい、もう開けるから来てくださいっていうことは言えると思うんで、あ、そういう点でもオリックスは有利というか、でお金もあるしね、多分。そうですよね、多分だけどでそのソフトバンクなんですけれども、ソフトバンクもやっぱり西川龍馬選手欲しいと獲得調査と言ってた中で、あのオスナ選手が来シーズンソフトバンクに残留することが決まりました、はい、でこれ最大級 NPB 史上最大級の4年で40億規模と言われていて、ってなるとその資金が、いや金は関係ない、あそこはじゃあ西川龍馬選手に出すお金は別にそこはそこ関係ない、いや全く関係ない、そうか、うん、だから言えばマネーゲームに始まったとしたら、はい、コンちゃんぐらいいくと思う。わ、西川龍馬選手も、いやそのぐらいじゃないと移籍しないっていうふうに思うよ。そう、まあ、それだったらオリックスに行くっていうふうに言うと思うね。あ、で孫さんっていう人は、はい、もうこの前も言ったけど、ダントツで1位じゃないと気が済まない人だから、はい、1位は当たり前なんだよ。でもそれもダントツで行かなきゃいけない、ゲームそのためにお金は使ってもいい、はい、その代わりダントツを取れと、うん、いうような、まあ、スタイル思考の人だから、はい、うん、だからお金は用意するだろうけども、はい、あとはやっぱこうオリックスも相当な額は出すと思うよ。そうですよね、うん、ま、いない今本当に羨ましいよ、ゆうなかさんの時代とまた全然違うね、いますよね、やっぱり。プラスその今シーズン山本由伸投手がポスティングでメジャーに行くということもあって、はい、そのポスティングのお金っていうのもやっぱり2年連続だからな、吉田正尚行って吉田行ってもって潤沢にありますよね。いや多分あると思うよ、その補強費っていうのは。そうですよね、うん、だから、まあ、そこにも使えるだろうしね、はい、うん、だから、まあ、オリックスが濃厚かなっていうふうには思うけど、うん、でこれもうパ・リーグ希望と言っている以上、例えばセ・リーグのカープ以外の球団っていうのはちょっと見込みは行ったところでないですかね。いやもうあの他のセリーグに行くんだったら、うん、もう広島に残りますって言うよ多分。そっかそっか、うん、で広島もそれなりの用意は多分西川に対しては、うん、あの FA 昨年ね、うん、取ったんだけど1年間残留してくれたわけだから、はい、出してくれるとは思うけどね、うんうん、だけどやっぱ家族って言われてて、それを敵に回すっていうことは西川の性格だったらなんかしないような気もするけどね。そうですね、うん、じゃあパリーグ、まあ、オリックスが今大本命で乗り出して、そこにまたソフトバンクも来て、うん、他の球団パリーグのどうですか。いやそれはね、うん、欲しっちゃ欲しいよ、うん、だから西武だと欲しいよ。そうですね、外野手、うん、西武だと欲しいし、まあ言えばそうだな、楽天も欲しいだろうし、まあ、日本ハムも欲しいと思うよ。日本ハムも、まあ、それとまあロッテだね。あ、ロッテ、まあ、はい、ただそのお金が出せるか出せないかってマネーゲームは多分どの球団もあまりしたくないと思ってると思うんだよね、はい、でも名乗り上げたのがオリックスソフトバンクってなるともうやめとけってなるよそうですね、まあ、もう額がちょっと違うんじゃないかと思っちゃいます、ね、まあ、それと、まあ、彼は北の方とか、うん、関東の方から北の方には行くような気はしないよね。あ、うん、
やっぱり、まあ、関西人だしね、はい、だから、まあ、そういった意味ではオリックスの方に行くのかなっていうような気はするけどね。あ、じゃあやっぱりオリックス、ソフトバンク中でもオリックスがちょっと濃厚かなっていう、まあ、抜けてる感じはするけど ねしますよね、うん、まあ、立地条件もそうです。 まずパリーグっていう条件もあってますし、うん、立地という意味で地元っていうところも ね、それとやっぱり条件としたらやっぱり優勝したいとかあると思うよ、はい、それと同じパリーグ行ってじゃあどの球団のピッチャーと対戦したくないかって言ったらさ、やっぱオリックスのピッチャーとは対戦したくないよナンバーワンピッチャーまあざっといるけど、まあ山本由伸が抜けるけども、はい、そうだな、嫌だよな、嫌です、まあ、西武も嫌だけど、でもオリックス嫌だよな、いや、バットマンとしてはやっぱそこまでやっぱ考えるよ。まあそうですね、いやだから相思相愛だと思うよ、オリックスが一番、そうそうそう、優勝も狙えてあのピッチャー打たなくていい、うん、外野も一応あった、外野はこう自分のポジションがあるみたいな、うん、まあ、そんな感じで考えると、まあ、オリックスっていうのが濃厚かなっていうような感じはするけど ね、うん、やっぱね、例えばピッチャーの弱いとこ行ってバンバン強いとこにと対戦して、はい、ね、俺は大変だもん、バッターとして。そうですよね、うん、打率を残さなきゃ。それは俺らだって太陽と対戦するバッターっていいなと思ってたもんそんなピッチャー、いや本当だ、やっぱりピッチャーが弱かったから。あ、そう、いや、そう、もうスピードガンだって7、8キロ違うんだから。結構違ってますね。全然違うよ。それをやっぱ打つのとね、いや、バンバン投げてこられるピッチャーを打つのでは、うん、やっぱバットマンとしてのキャリアとして、はい、数字を残したいっていうふうに西川もある程度考えてると思うんだよね、うん、そしたらまあオリックスだなっていうような気はするよね。そうですね、そんな気はしてきますよね、うん、いやでも去年オリックスはね、森友哉選手を獲得できて、はい、でソフトバンクはマネーゲームで勝ち取って近藤選手をゲットできて、はい、なんかパリーグすごくこう FA にこうね、熱いよね、熱いですよね、うん、でもあの FA が成功してるよな。あ、そんな気がします。コンちゃんだって、うん、まあ、どうするかなと思って考えてたけども、はい、うん、やっぱり行って正解かもわからんしね、はい、あの勝負という意味ではね、うん、あの勝負感、勝負をしたい、優勝したいみたいな、うん、まあ、そういうところからの数字を叩き出してきてるというかね、はい、で森だってやっぱりこうチームを高えて違うピッチャーを受けてね、いろいろ勉強にもなっただろうし、うん、まあ、バッティング率という面ではちょっと低かったかもわかんないけど、彼の数字を持ってる数字からするとね、いやだけどすごいやっぱなくてはならない存在になったしね、森もね、オリックスの中では。だからここら辺の FA っていうのはすごくなんか素晴らしい FA だったなっていうふうに思うから、はい、まあ、今年もね、まあ、そういうふうになってほしいなと思うよね。そうですよね、まあ、現段階で、まあ、FAの講師をした選手、はい、残留した選手も続々出てきていますし、うん、まだ今日までなので期限がまだ表明していない選手も、いや来るで、大きい選手たちが、俺は来そうな感じがするけどなあの大物選手が2人今残ってるんですよ、何も表明していない、まあ、体もでかいしな2人とも。なんですちょっとね、その選手の動向が出たらまた速攻で、まあ、ちょっと気になるな、はい、動画出したいと思います、はい。